はい、皆さんどうもこんにちは、ゆのと申します。よろしくお願いいたします。今回なんですけど、モンストとね、鬼滅の刃のコラボが第2弾がやってまいりました。今夜っていうね、クエストの方やっていきたいと思います。で、このクエスト、降臨系のクエストなんだけど、入学編見てたらね、敵見たらね、わかると思う。それで言うと。で、今回、今多分パーティー見てもらって、ん?っていう人いると思う。いや、わかるわかるわかる。これなんか、一番左の今撃った人って、村田さんっていうキャラクターなんだけど、このクエストに、このキャラクターを連れて行ってみてほしいって声かけてもらったの。だから、最初、ライブ配信中にしようかなと思ったけど、なんか忘れちゃいそうだから、これ急いで動画撮ってんの。あ、このキャラクター、このキャラクター。いや、ちゃんとね、見たアニメ。それでちょっと漫画は読んでないんだけど、鬼滅の刃。アニメ見てて、うん、ちゃんとね、見た。ただね、名前がね、出てこないんだけど、なんだっけ、村田さんは、今、イベントで、カナオのクエストか、火の回復訓練みたいなやつがあると思うんだけど、あれでメダルがもらえるから、そのもらったメダルで、効果、いや、ミスった、村田さん、なんか村田さん知ってる噂に言うと、富岡さんと同期らしいよ。いや、ちょっとわかんないけど、それがさ、村田さんさ、見たことあるんだけど、どのシーンでどんなシーンだったか全然思い出せない。お尺に触るから次でお前を殺す。声優ってさ、美人だよね。え、ビブ頭いいよ。美人だよね。てかさ、一個さ、怯えてることある。このさ、村田さんさ、育ててないんだよね、実は。大丈夫かな、勝てんのかな。急いでさ、取ってきたからさ、ガチで何にも触ってない人だから、見たら分かると思うんだけど、分かる人だとね、えってなるところはそこなんだよね。ガチで1ミリも育ってないから大丈夫かな。勝てるんだよね。だいたい HP がさ10万前後ぐらいじゃないか。まあ言って9万ぐらいあるから多分大丈夫だと思う。でなんか噂によるとね、だいぶ HP いるらしいからね。ちなみに2人ちょっと大丈夫かな。いや、けどさ、スタミナしようと HP 減るの分かってるから、これでかい位置あるじゃん。倒してみたいな。いけるかな?頼むよ、ほんとに。やばい、いいよ。でも、あともう一回ぐらい当たったらいける。もう一回。大丈夫、よかった、危ない。多分、村田さんに当たったらやばかった。危ねえ、そう、色のあれが悪い。向こうが緑色で、こっち青色だから。それで言うと、なんか、今、その、鬼滅のコラボ来てて、コラボのクエストとはまた別でコラボイベントみたいなのやってて、いろいろなんか書いてるんだよ。このキャラクターを連れて行ってくださいみたいな。まあそれの中に村田さん、あのイベントに行ってくださいってなったから、ちょうどよかったなと思ったんだけど、色が悪い。やばいね。大丈夫かな。村田さんで使わないより使った方がいいもんね、それで言うと。この音楽聴いたらアニメめっちゃ思い出そう。あ、見たことある、村田さん。待って、村田さん見たことある。今背景の雲見て見たことある。アニメ見た。え、待って、村田さん、やばい、村田さん、やばい、待ってよかった。スライムじゃねえか、待てた、なんだっけ、ゴンちゃん、ゴメちゃんか、危ない、ゴンちゃんだって誰だ。もう一瞬ゴンで出てきちゃったよ、間違えた。よかった、あー倒したんだ、危ねー、よかったー。もうあれだね、あのガチで育てていった方がいいよ。これさ、実はラックもそうだけど、なんて言ったらレベルとかも全然上げてない村田さんだから超怖かった。あのね、育てて持ってった方がいいよ。もう一個それしか言えない。あー面白かった。ねえ、チャンネル登録者数1000人を目指してるんでね、ぜひともチャンネル登録してもらえたら嬉しいでございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方もお願いします。またねー。